ガタンガタン言ってんのは彼氏なの？そう、彼氏、彼氏。イケメン、高身長、高学歴、高収入、高校生？なんかね、慶応卒って言ってたから。彼氏とデートだね。いや、おかしいでしょ。彼氏いたらさ、なんかこう、なんかあるじゃん。ショックだわ、みたいな。おめでとうじゃないんだよ。おめでとうよりなんかこう、なんか悲しいなとかないのか。普通にめでたいと思う。え？なんか、そっか。そっか。なんで私が落ち込んでんだよ。祝宮古に彼氏がだけ違うんだよ。おかしいだろ。焼いて欲しかった感じ？別にそんなんじゃねえし。別にそんなんじゃねえもん。お祝いにメンバー入ればおかしいでしょ。普通はメンバー抜けるっていう話になるんだぞ。名言入れば彼氏を祝福できるんですか？それは付加価値にはなり得ないと思うんだけど、どう思う？いやいや、違う。その流れでメンバーに入るのは違う。違う。おかしい。その流れでメンバー入るのは、ちょっとさすがに、あれよ。君らちょっと。違う。メンバーありがとうね。ありがとうなんだけど、違くない？ごめんって嘘ついたって、彼氏いないから違う、いないの本当に。許して。いないからさ、嘘つ、違う！なんでこんなコメントになっちゃったの？嘘なわけないよね。彼氏いるよね。彼氏がいた方がいいの？彼氏とののろけを言ってる姿に君たちは耐えられるの？私のことなんだと思ってるの？ガチ恋しろよ。彼氏いないのバレたらメンバー減るぞ。メンバー数と引き換えに彼氏がいることを嘘つくってこと？苦しくない？ご祝儀返して。返してって言うなら投げるな。投げながら返してって言うな。あーもうなんでみんなしていじめるの？なんでヤホーのことそうやっていじめるの？彼氏がいないのに彼氏がいる程度進む話のしんどさをお前らはわかるか？わかれよ。もっと宮子に優しくしろよ。